中国の都市部に住む若者の失業率が過去最悪の水準となっています。中国の国家統計局は今日、都市部に住む16歳から24歳までの先月の失業率は 19.9% だったと発表しました。これは統計が公表されている2018年1月以降で最も悪い水準です。中国で続く厳しいゼロコロナ政策などで経営を圧迫された企業が新規採用を絞っていることが要因とみられます。また消費の動向を示す先月の小売売上高の伸び率は前の年の同じ月に比べて 2.7% 増えたものの、6月の 3.1% 増を下回りました。経済の停滞が鮮明となったことで、習近平指導部が今年の目標として掲げる 5.5% 前後の経済成長率が達成できるかは不透明です。